お疲れちゃんです、ロットです。ということで、今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、アップデートがね、ちょっと前にありましたっていうので、それで変わったのは、ヤナアメと、ファルチだけなんですけども、2枚しかね、変化なかったんですけど、この2枚のね、変化がめちゃくちゃ大きいんですよね。ですので、まあ、それについて喋りつつ、まあね、マルチの方もやっていきたいなと思います。というわけで、一応ね、今日使うデッキはこちらのね、ジャイスケラになります。で、矢の雨がね、早速入っております。で、なんかね、このゲームの見方もね、また変わったみたいで、カードをね、こう見るのも、こうマスターレベルをしたらこんな感じでね、なって、スケルトンっていうのがこういうカードで、まあこういう使い方ができます。そして横にね、スライドすると、ステータス、そしてカードの説明が書いてるっていうので、すごいね、見やすくなって、わかりやすく、またね、新しくなってます。で、まあ、ヤナアメはですね、なんかね、こう、3発になりましたね。てんてんてんっていう感じになって、これによって、まあ、これによっては関係ないんですけど、単純にアーチャー、そしてウォールブレイカーを処理できるようになりました。そして、今までね、ゴブリンギャングとか、ガーゴイルの群れ、で、こう、なんか順番にね、あいつら出てたんですよね。トゥル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 みたいな。なんで、先読みね、嫌な目をした時に、こう、ちょっと残ったりしてたんですよね。2体だけ残るみたいな。ね、嫌な現象があったんですけども、そういうのもね、多分なくなると思いますね、なんで。もう全部ちゃんと処理できると思います。で、縦の選手もね、嫌な目で処理できますっていうので、もう結構、縦の選手、アーチャーとかを処理できるようになったっていうだけで、まあ、でかいんですけど、そういう先読みのね、攻めでもより使いやすくなったかなと思います。で、あと、ファルチェは、ですね、前の方ね、最近すごい強かったんですけども、1年前、まあ、簡単に言えば1年ぐらい前のファルチェに戻りましたね。まあ、射程が、またね、長くなりました。まあ、なんですけど、攻撃力ですね、火力が、まあ、約2分の1になりましたっていうので、まあ、ダークネクルとかね、1億で処理できませんし、前もできなかったかな。ちょっとよく覚えてないんですけど、まあ、単純にね、火力が落ちましたので、今はね、前ほどそんな強いっていう印象はもうなくなりましたね。ですので、まあ、ファルチェがちょっと減りましたね。まあ、減ったことによって、よりね、今ダクネが来てますよ、マジで皆さん。ダクネです、ダクネ。時代はダクネ、マジで。これカード回しのヤナメですね。これは、相手はロイジャイ。しかもなんか、ちょっといやらしいんですよね、今。流れが。ここはちょっとダメージ受けるんですけど、落ち着いてね、守って、ここにね、スケルトンラッシュ、まあ、ジャイでもよかったら悩んだんですけど、合わせていきますと、ダークネクロがね、ファルチがいなくなったことによってね、よりね、これトルネード来るわ。今の回、よりね、対応されるカードが減ったと言いますか、メタカードが減ったっていうので、すごい増えてますね、ダクネ。エリゴレもファルチいなくなってより暴れてますので、エリゴレダクネ、ジャイダクネ、ゴレダクネっていう感じで、ダクネがね、今すごい来てますね、マジで。とりあえずダクネみたいな感じですね。まあめっちゃってわけではないですけど、まあ結構強い。一緒かなめっちゃも結構も一緒かもしれないんですけど、はい、っていう感じで、まあダクネのこのヤナアメスケラがね、これまた強いんですよね。スケルトンラッシュって、クロスがね、結構きついって言われてたんですけども、その、矢の飴プラスのスケルトンラッシュがですね、まあ、ないことはなかったんですけども、アーチャーをね、やはり処理できるっていうので、スケラなんですけど、もう圧倒的にもうでクロス無理無理だったのが、あれクロスいけるくねっていう感じにね、なりましたね、矢の網強化で。はい。なんで、まあ、僕としては結構スケラをよく使ってて、クロスはあんま使わなかったので、すごいね、ありがたいなぁと思います。はい。で、ここはちょっとあれっすね、一応攻めてスケラまで打って、マスケで、左側のね、ロイジャイを処理しつつかな。右側に出すことによって、このままね、相手の防衛のカウンターもまたマスケで受けれますと。アイスイズ邪魔ですので処理しちゃいますね。よいしょ。で、まあ、このマスケは、まあ、ロイジャイ処理した残骸ですけども、そんな言い方したらかわいそうですね。よいしょ。はい、という感じで、まあまあ、ファルチはそんな見ないですけど、あ、これちょっと厄介です。ワンチャンライト打たれるのが怖いですね。ジャイ、
ここ間に合いますね。ダクネが残ってますので、ジャイつなげて、まあ、ごぼうりプラス取れない。OK? ここはポイズン打ちましょうか。アイスウィズが結構処理できるときついんじゃないですかね、相手も。OKOKOK。で、ここは相手結構トルネードプラスウッド使いましたので、スケルトンラッシュプラス真ん中のね、これ、名前忘れた。で、最後勝ちましたね。というところで。まあいいんじゃないでしょうかね。まあダクネがね、なんだかんだうざい。そしてマスケット。なんかね、最近ね、あの、2枚編成が流行ってますね、遠距離。まあ、僕がただ気に入ってるだけかもしれないんですけど、アイスイーズプラスマジアチェとか。まあファルチが強かった時、アイスイーズプラスファルチェもありましたし、まあマジアチェプラスなんかとかもあったんですが、今回は、ダクネプラスマスケっていうね、まあどっちかに、ポイズンかファイブ打たれたら、まあどっちかが生きるよっていうやつですね。まあ、で、まあ、ライトニングにもね、そしたらじゃあ、ちょっとね、おつらい。あの、同時にね、ライトニング当てられてしまうのは、つらいんですけども、そこをね、ダークプリンスで飛来神とか、うまくやれると、よりね、強く、まあ、戦えるかなと思います。はい。で、ここは一回、受けからですね。これ相手はライドラとディガーですので、あー、ジャイっぽいですね。これはジャイライドラプリンスディガー。そう、あの、ファルチが減ったことによって何が減ったって言いますと、あの、ファルチデッキって結構スケが一緒だったんですよね。あ、待って、これメガゴンだけ取れてない。やばい、これはやばい。そう、ファルチプラススケなんですよ、あれ結構。で、それが、よいしょ、ここは一回ステイですね、美味しい。スケがいなくなったことによって、まあ、スケはいるんですけど、ファルチがいなくなったことによって、ファルチスケのね、セットが減って、まあ、効果力で、なんていうんですかね、一回プリンスのね、クッションを置くデッキが減りましたので、ジャイプリンスですね、ジャイプリンス。これはまた絶滅してたんすけどね、この人たち。ね、お坊さんみたいになったな。ジャイプリなんかいなかったんすけど、ここ最近。もうジャイプリめっちゃ増えましたね、本当に。そんなにいるかっていうぐらいジャイプリ。で、これはあの、ファイボで巻き込まれたくないので、ちょっとね、ダクネが先行ってから出しました。ワンチャンザップ垂れるかな。あ、ほら、ダクネや、ダクネ。もうダクネなんですよね、時代は。いや、いいよ。頑張るよ、ボクタン。オッケー。ナイス。で、まあまあまあ、左ちょっと完璧に守れちゃったんですけど、僕としては右側を守りたいですね。で、左、ジャイスケラーやっちゃってもいいかな。一回、まあ、ジャイスケラーやっちゃいたいんですけど、まあ、一回ダクプリ様子見つつ、あえてディガーで様子見れるのずるいっすね。で、ここで本当はポイズンまで打てると理想なんですけど、まあまあ、多分スケルトンラッシュが結構きついかなと思われます。オッケー。お、ダクプリが事故ナイス。オッケーオッケー。これはヤナーム打てば、まあ結構処理できるんじゃないでしょうか。で、まあ逆サイドですね、問題は。正直。こっちのサイドなんかどうでもいいですよ。オッケーオッケー。これ多分ね、あ、結構やばいかな。いや、オッケーオッケー。いや、これ守れんすね。気づいた。これ守れそうにないので、一回ね、ここで1-1にしちゃって、まあ左側ダメージ受けちゃったのがちょっと痛いんですけど、オッケーオッケーオッケー。さあ、後ろからマスケで回収しつつ、まあ、相手、端前ジャイガが来るかな。これ、ダックプリで、マスケット延命。おっと、おい、ダックプリ、お前、何やってんの、お前。まあ、そういうこともありますね。ダクネの気分ですね。ダックプリか。で、ここは、ワンチャンキングも狙いつつ、防衛からのダクネですね。まあ、相手も。さあ、このお互いね、ジャイダクネの形を作っていきます。いや、これが強いんすね。もうこれだけで強いんすよね。よいしょ。いや、マジで。そう、このね、やばい。これ、ポイズン使ったら、あのね、ライドラとメガゴはちょっと処理できないですよ。これもう一回、さすがに守るよね、次は。オッケーオッケー。優秀なダックプリ。おい。で、今、相手結構コスト使ったんすよね。ファイボーまで使ったんすけど、うわー、これちょっと。一回、ファイボー割いたので、一回ここで防衛してしまえば逆に、相手きつい説ありますね。さあ耐えて。耐えれない。いや、これね、ちょっとね、なんだろう。どうすればよかったら、お前、ディガーがそう、さっきもね、あの、正直のところ、ジャイプリに負けたんですね。これ、ジャイプリじゃない、ジャイダクネなんですけど、これもジャイダクネ。そう。あの、ジャイダクネにね、結構負けたんですよね。そう。ジャイダクネ。
ジャイダクネ・ディガーにはちょっと相性悪いのかなとちょっと思っとこ。はい、ポジティブって感じで、そうですね、ジャイダクネ課題作りつつ、まあ、相手がファイボーでしたので、まあ、単純にジャイダクネスキラーがきついと思うんですよね。まあ、ジャイダクネスキラーはできるとでも理想でした、ね。はい、なんか攻めがあんまなかったので、もっと攻めてよかった感がありましたかね。はい、という感じで、まあ、ヤナメは結構いいと思いますね。まあでも、ガゴムレ僕結構好きだったんで、ガゴムレどうすんのっていう。ね、たまたま、じゃあヤナメ使ってみようっていう人たちにガゴムレサクってやられちゃいますからね。よいしょ。はい、という感じで、まあ、ヤナメ強化はすごい嬉しいんですけども、まあ辛いよって感じですね。まあ、ハルチェは、まあ使わなかったし、まあ強かった時は使ってたんですけど、今は使わないかなって感じですね。で、そうだ、忘れてた。ラバです、ラバ。ファルチェ、ラバに鬼強かったんですけど、逆にラバはファルチェがいたから、あのね、やっていけなかったんですけど、消えました、ファルチェが。ということは、皆さんマジでラバが今めっちゃ復活してきましたね。でも、そのラバも復活してきたんですけども、ヤンの雨なんですよね。そこがまた面白いです。ラバはハルチがいなくなって復活するんですけども、そこでね、新しくまたこう増えてきて、ヤンの雨にこう駆られていくっていうね。まあでも、ラバは全然ね、ヤンの雨きついんですけど、まあ勝てないことはね、ねファルチよりはね、全然戦えないことはないよっていうので、よいしょ。これちょっとなんか喋ってた。ちょっと、タップが遅かったですね。でここのマスケは、まあ、延命したところで、次の攻めには繋がんないので、まあ、今みたいな感じで見捨てていきます。まあ、そんぐらいかな。言い忘れたことないかな。ラバがちょっと増えてきて、そして、ジャイプリも増えてきました。まあ、ジャイダクネなのかな。ジャイプリもちょっとマルチいたんですけど。はい。という感じで、まあね、なんで全然最近のエリゴレ、とかファルチェ、トルネ、環境とは大きく変わったかなと僕的には思ってますね。よいしょ。これもう1枚エレキぐらい来たらポイズンで全処理したいけど、いやー、ちょっととどまりそうになかったので1回待ちます。ダックプリで受けて、まあこのままね、ハイスピンも受けるといった感じで、ふーし、はい。で、もうすぐね、世界大会ですね。これ動画の最初に言えばよかったな。世界大会の今年のね、クララリーグ2019年の、世界大会の解説をね、やらせていただくことに、ね、なりました。いや、マジで大変ね、ありがたいことでございますね。マジその、世界大会の解説しませんかってこう、ご連絡あった時に、僕、悩んだんですよね、するか。すごいしたい、もうめちゃくちゃ来た時、マジって思って、いやもうやるやるって思ったんですけど、やりたいっていう気持ちいっぱいだったんですけど、その逆にその公式の場で僕実況したことないんですよね、言っちゃうと。今までそう、まあ言ったら選手でやってきたっていうのもあって、公式の場でその解説をするっていうことが今まで一回もなくて、まあ、YouTube の方ではね、こう実況とか解説とかやってるんですけど、こう公式の場でこう大舞台でそう実際にね喋るっていうのはあんまりやんまっていうか、もう一度もやったことがありませんので、こうね、いきなりこう本番でそれが世界大会で大きな場でってなった時に、なんか僕でいいのかなっていうのもありましたし、もうなんだろうな、そう、まあ、初っ端世界大会っていうのにちょっと圧に押されたんですけども、まあせっかくね誘ってもらいましたし、まあ、そこはねちょっと僕も次に進めるね、ちょっとチャンスかなと思いね、引き受けさせていただきましたっていうので、12月ね、8日朝5時ですね。まあ、7日の深夜に、世界大会ありますのでね、ぜひ、ハブゲームでいますのでね、皆さんで一緒にね、応援しましょうという感じで、今日はね、終わりたいと思います。まあ、こちらね、良ければお使いください。結構、使いやすい。ウルトラがないと思ったら余裕でスケラトダクになりましたけども、まあね、ちょっとヤナメ入りのデッキ、ちょっといろいろ紹介したいのがたくさんあるので、その動画、他のもね、あげますので、よければそちらも見てみてください。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。